ドリームエクスプレスローズの中で、アンリミテッドローズを立ち上げたかった、まあ、自分の、一つの理由としてはですね、私の感覚だと、今のバス業界っていうのは、ロットが結構二分化されてるような気がするんですよね。まあ、大きく分けて、もうカリッカリのトーナメント向きのロットで、もう一つは、皆さんが結構最近増えてきてるフリースタイル系、エクストリーム系のロッドブランドなんかがすごく、まあそっちにはどっちかというとこうプライベートブランド系のロッドが多いと思うんですけども、なんか僕の中ではその二分化になってるような気がするんですよね。で、その中でまあ、カリッカリのトーナメント向きのロッドってなってくると、やっぱり普段からそのハイプレッシャーを受けてるバスを相手にしてるフィールドが多いと思うので、そうなってくると、やっぱりより、ね、そういうバスを食わせやすい、バラしにくいロッドになってくると思うんですよ。そうなってくると、やっぱりちょっとその差を琵琶湖に持ってきた場合には、ちょっとやっぱりパワーレスな感覚が絶対皆さんあると思うんですよね。で、もう一つこうフリースタイル系のそのエクストリーム系のロッドなんかになってくると、逆に言いますと、パワーはしっかりあるんだけども、今度繊細さが全くないロッドが多いような僕は気がします。で、そういうものを踏まえた時に、やっぱり琵琶湖のローカルトーナメントなりでしっかり買っていく、普段から魚を釣っていく、繊細さが残しながらパワーのある竿っていうのが、なかなか今の感じからすると少ないと僕は思ったんですよね。全くないとは言いません。少ない気がしました。で、それを踏まえた上で僕はこのドリームエクスプレスの中でアンリミテッドローズっていうブランドを立ち上げて、そういう繊細さを残しつつパワーフィッシングができるロッドを作りたいなというので立ち上げたブランドがアンリミテッドローズです。まあ、今後もね、引き続きその時の琵琶湖に合った時代の竿を作っていきたいなと僕も思いますし、今まで通り、神谷君の方には、協力をやっぱお願いすると思いますし、もう正直で僕の中ではもう信頼しきってますんで、今後、今現在やっぱり進行形でプロトタイプの竿っていうのはやっぱり数本あります。で、今日紹介してもらった竿と同じようにやっぱりその特化した竿になってます。だけど最終的には、あ、こういうものにも使えるんやっていう感じには絶対になってくるんで、はい、いくら何々用と作っても絶対にいい竿が出来上がれば、あ、こういうものにも使えるんやっていう差には必ずなってくるので、僕は全く心配してません。まあ、そういうね、こだわりを持ったものづくりをこれから、ドリームエクスプレスルアーズとして、やっていきたいと思ってますんで、ぜひ皆さん、これからも応援のほどをよろしくお願いします。ありがとうございました。